現在、我々が暮らすグローバル化が進んだ社会では、国境を越えた交流やコミュニケーションが日常的に行われています。このような状況において、将来を担う子どもたちの教育についての考え方やアプローチが注目されるようになりました。そんな中で、世界各国の高校生たちが一堂に会して、教育の在り方について熱心に討論するテレビ番組が放送されたのです。この番組内での討論は、特に中国人高校生からの予想外の意見が飛び出し、場の雰囲気が一変しました。しかしその後、日本人高校生の反論によって、再び場の空気が変わりました。この討論の模様は SNS を通じて世界中に広まり、多くの人々の間で大きな話題となりました。さて、彼ら高校生たちがどのような議論を交わし、どんな結論を出したのか、一緒に詳しく探ることとしましょう。時代の流れとともに、子どもたちの教育環境も大きく変化してきました。現在、国と国のつながりは密接であり、2015年の国連サミットでは、SDGs、持続可能な開発目標が採択されました。この SDGs は、これまでの貧困や教育の格差、雇用の問題などに加え、ジェンダーの平等、環境保護、経済成長など、様々な課題に対する全世界の目標として掲げられています。それぞれの目標の達成は、一国だけの力では難しく、国際的な連携が不可欠です。それに伴い、他国の文化や価値観を学び、受け入れる能力がますます重要になってきました。また、日本の多くの企業が海外展開を進める中、グローバルに活躍できる人材が求められています。このような時代背景のもと、次世代の子どもたちにはグローバルな視野で考え、国内という枠組みを大きく飛び越えて行動できる能力が要求されています。欧米諸国では、子どもたちの国際的な経験を積む機会が増えており、日本も2020年から小学校での英語教育が必修化されるなど、グローバル教育の推進が進められています。近年、世界各地で注目されているグローバル教育の動きを背景に、アメリカの一流の国際討論番組が特別企画を行いました。今回討論が交わされることとなった番組企画のテーマは、グローバル教育の必要性であり、国際色に富んだ意見が交わされることは容易に想像がつきます。テーマに対して深い洞察や多角的な意見を求めるため、世界中の優秀な高校生たちを招待しました。特にアジア地域からの代表として、日本や中国の高校生も参加しており、結果としては今回の企画において彼らの意見はことさら注目されました。番組の開始とともに、参加者たちは予想を超えるハイレベルな議論を繰り広げました。主に英語を必修とし、世界的な視点で物事を捉える能力の育成の必要性に焦点が当てられていました。それぞれの高校生が真摯に議論に取り組む姿は、多くの視聴者にとって感動的なものであったでしょう。特に印象的だったのは、一人の中国人高校生の強烈な意見表明でした。彼は堂々と、英語を学ぶことや他国の文化や思考を理解することは重要だと思います。しかし、この広大な地球上には約200の国が存在しており、それぞれの文化や国民性を学ぶことは簡単ではありません。私が提案するのは、グローバル教育を進める上で、中国の中華思想を基盤として、それを基軸として教育を進めることです。中華思想について、皆さんはご存知でしょうか？中華思想は中国の長い歴史の中で培われたものであり、その思想を世界各地で共有することで、多くの課題解決のヒントが得られると思います。中華思想は、中国の文化や思想が思考の歴史や価値を持つという考え方で、中国では一般的な視点です。この考え方を他国も共有し、中国の文化や伝統を理解し、それを基準に世界を捉える考え方を提案します。一つの視点として中国を参考にすることで、世界の課題を整理しやすくなるかもしれません。と、自らの信念を力強く伝えました。さらに、英語の習得を前提とするグローバル化についても、新しい視点からの問題提起を行いました。中国を中心とした視点を持つ場合、
中国語が世界の共通言語としての役割を果たすことが考えられます。中国の教育の背景には1982年に制定された憲法に国を尊重し守るという意味での愛国主義教育の項目が含まれており、それに基づいて国民は熱心に国を愛する気持ちを育んできました。このような法的な規定は他の国々には見られない特有のものです。さらに2021年には習近平国家主席の思想を幼稚園から大学院までの全ての教育段階で教育するという方針が採用され、その結果として愛国心をさらに深化させる取り組みが進められています。これが経済成長を実現し GDP において他国を追い越す動力となったと考えられます。中国のこのような教育のアプローチは他国にとって参考とすべき点が多いと感じます。この強烈な主張を耳にした多くの高校生たちはその場で言葉を失っていました。世界各地から集まった頭脳明晰な高校生たちもこのような一方向的に偏った意見には驚き、どのように反論するべきか困惑していたようです。会場内は緊張した雰囲気に包まれました。司会者もこの状況を打開すべく次の手を模索していましたが、その時一人の日本人高校生が手を挙げました。彼は先ほどの中国中心の教育論に対していくつかの疑問や懸念点について話し始めました。近年国際化が進む中で自国の価値観や固定観念にとらわれずに世界全体の視点から物事を考える力が求められています。 SDGs の達成や海外ビジネスの成功を考えるとき、相手国の文化や価値観を理解すること、そして自国の文化や価値観を適切に伝えることは非常に重要です。ただし自国の価値観を強制するだけでは真の国際的な視野は得られませんし、世界的な目標やビジネスチャンスを逸するリスクも増えます。このような背景の中で私はグローバル教育の重要性を強調したいと思います。特に他者への思いやりやおもてなしの精神、そしてコミュニケーション能力や協調性を重視することが不可欠です。中国中心の教育方針についての意見も耳にしますが、中国の教育制度には政治的な思想が含まれており、これが近年ドイツをはじめとする複数の国から独裁的であるとの批判を受けています。このような背景を考慮すると、中国の教育方針をそのまま取り入れることには慎重であるべきだと私は考えます。この意見を述べ終えた時、中国人高校生は怒りの表情を浮かべながら反論し始めました。あなたの言うことには正確さが欠けています。中国中心の教育でも十分にコミュニケーション能力や他者への理解は養えます。またおもてなしの心が本当に重要かは議論の余地があります。中国は学術研究においても世界をリードしており、その成果は多くの論文でその実績を示しています。他の民族にとって賢明な中国人を育てた教育制度の下で学べることは素晴らしいことです。日本が中国のような広い領土や資源を持たないのは事実ですが、経済成長が停滞した理由はそれだけではありません。事実として日本の GDP が中国に抜かれた背景には愛国心の欠如など様々な要因がありますと感情的になりつつも意見を述べる中国人高校生を見て、日本人高校生は冷静に応じました。実際ユナイテッド、ワールド、カレッジのような国際的な教育機関では世界と協力し合うためには思いやりやおもてなしの精神が重要だとされています。さらに中国の教育制度についていくつかの報告では、都合のいい歴史のみを教えることで政治家たちの意向に沿った国民を形成しようとする側面が指摘されており、そのために台湾などで反発が生まれる事例も見られます。また確かに中国の学術論文の発表数は世界トップですが、フィナンシャルタイムズという信頼性の高い情報源によれば、その論文の一部は実際には内容が捏造されているとの指摘もあります。そのため学術出版社がトラブルに見舞われています。中国の経済成長についても愛国心だけが原因ではないでしょう。2000年代初め、中国はその巨大な労働力と低い労働コストを武器に多くの先進国の企業から注目され、生産の拠点として選ばれました。そして多くの部品を先進国から輸入し、完成品を輸出することで
経済成長を達成したのです。中国には中華思想という考え方が根付いており、それにより中国の文化や歴史が他の民族よりも優れているとの認識を持つ人々がいます。しかし他国との協力も経済成長の背景には存在するにもかかわらず、中国の優れた部分だけが強調される傾向があると言われています。また2021年から習近平国家主席の思想教育が強化され、幼い頃から変更した思想に触れる機会が増えています。国内の教育制度に目を向けると、政府の方針や特に習近平国家主席の思想に基づく内容が強調されていると考えられています。特に上海などの都市では英語の試験の廃止や外国教材の使用制限といった国際的な教材や試験から距離を置くような動きが見受けられます。多くの国々がグローバル化を進める中、中国の教育は偏った独自のアプローチを持っています。真のグローバル社会で活躍するためには多様な価値観を受け入れる教育が必要です。一つの考えや価値観だけを教える方法は国民にとって制約となり得ます。外の世界との比較を通して独自の教育方法の強みや弱みを理解することで、より良いグローバル教育の実現を目指すべきだと思います。このように私たちの持つ知識や経験、視点を共有し合うことで、様々な背景を持つ人々との対話の質を高めることができると信じています。話を終えた日本人高校生の意見や考えに対し、会場からは共感を示す温かい拍手が寄せられました。番組放送中の議論で中国の高校生は感情が高ぶってしまい、席を立ってその場を去りました。この一件はアメリカだけでなく世界の教育関係者の間で大きな話題となりました。特にネット上ではグローバル教育の重要性や日本と中国の教育に関して多岐にわたる意見が交わされています。あるネットユーザーは、世界との交流や協力を考えるならば異文化を尊重し相手を思いやる姿勢が不可欠だとコメントしています。さらに、中国も他国の文化や価値観を理解し尊重する姿勢を持つことが大切だとの意見を述べています。また別のユーザーは、日本の技術や製品が国際的に評価されているのは長い歴史と文化に基づく誠実さや継続的な努力の結果である。これこそ真のグローバル教育の精神だとの考えを示しています。グローバル教育の中心には相手を理解し共に協力し合う姿勢が求められます。この姿勢は日本の伝統的な文化や価値観、特に思いやりやおもてなしの精神と関連しています。一方、中国の教育制度は自己中心的であり、多様な文化や価値観に対する理解や尊重が欠けていると言われており、今回の中国人学生の発言からもそのような思想の一端が垣間見えるでしょう。そしてノーベル賞の受賞者数を見ると、日本からは28人の受賞者が出ているのに対し、中国からは3人しかいないということも事実です。中国は顕著な経済成長を遂げてきましたが、アメリカが技術の盗用を懸念しており、中国企業の排除を示唆しています。これが影響して中国の失業率は上昇しており、経済格差の開きはより顕著となっています。最近の動向として、中国の経済成長は鈍化の傾向にあり、人口の減少も懸念されています。2023年度にはインドの人口が中国を上回ると予想され、多くの先進国が中国からインドへの工場移転を進めています。こうした背景の中で、中国政府は福島原発の処理水放出について、危険な汚染水が放出されているとの情報を強調しています。中国政府の意向に従い、国民は処理水に関する懸念に主眼を置き、状況を正確に把握するチャンスを失っています。現代の国際社会はグローバル化が進行しており、各国間の連携と相互理解が求められています。この中で自分たちの優越性だけを強調し、多民族の視点を無視する姿勢は国際的な協力や交流の障壁となる恐れがあることは、先ほどの日本人学生もしっかりと理解していましたね。中国が他国との協力の重要性を真摯に受け止めれば、
日本や欧米諸国との強固な関係を築く可能性が広がります。そんな世の中が実現するような明るい未来を望みたいものですね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。